というわけでおはようございます。セブンです。ベルです。今回は伝説のポケモンを狙っていくぞ。出ました。とその前にレベル上げをしたいと思います。自分のね。あ、自分のですか。エンチャントできるようにレベル35ぐらいに戻さないといけませんね。マグマダイブで経験値を失ってしまったからな。いやでも時間かかりそうだなぁ。久しぶりに死んだ時のレベルが35ぐらいでしたからね。ポケモンだけ倒してると経験値貯まるのに結構時間かかるんじゃないですかね。この世界にはゾンビとか湧かないし、トラップも作れないんだよな。モッドでどうにでもなりそうだけど、それでも伝説のポケモンとかボスポケモンを討伐してみましょう。ポケモンを倒したらどのぐらい経験値もらえるか、意識したことなかったですね。今のレベルからどのぐらい上がるかな。メガルカリを発見。相変わらずのかっこよさですね。私の経験値の餌食になってもらおう。原子グラードンの圧倒的力を見せてやろう。最近原子グラードンの出番多いですね。めっちゃ強いんだよこのポケモン。おっと耐えられてしまった。オーマンダで仕留めますか。原子界オーガのリクエストが多いですが、いつ頃登場しますかね。もうそろそろ登場する。とでも言っておきましょうか。ただ今回は登場しません。お、ピントレンズゲット。あれ、前回パルキアの悪空切断がどうのこうのって言ってませんでした。そだそだ、パルキアに持たせたらもうイフルーってわかったんだ。これからパルキアを使おう。建築途中のポケモンリーグにレシラムが見物に来てくれました。周りのポケモンも期待してますよ。早いところ完成させましょう。ところでペル君、ネザークオーツは集めてくれたかい？え？ほら、ちゃんと集めてきたんでしょ。はい。うつつけ。まあ暇があったら集めといてーな。勝手にネザーに行っていいんですか？いいよ別に。わかりました。メガヘラクロス強いな。色違いですからね。レベルも圧倒的ですね。オーマンダで止められるか。いやミサイルバリ強いな。それでも耐久力はあまり高くない模様。威力倍になってますけどね。あ、原子グラードンの特性か。え、じゃあ倍の威力でこんだけしか食らわないの。バケモンじゃん。やばいですよ、ラティアスもワンパンされました。海流に頼るしかない。炎のパンチで吹き飛ぶでしょこれ。あ、スキルリンクで絶対5回当たるのか。お疲れさん。さあ結構私強いポケモン倒したけど、経験値どうなってるかな。遠出した先で村を発見。廃墟かと思ったらジムでした。何タイプなんでしょうね。調べる余地なし。リクエストに、最近無視されまくっている、ビリジオンをいい加減捕まえてほしいというものがあったので、そろそろ決着つけます。ただねー、一種の純伝説はやったらと捕まえにくいんだよ。ランドロスにしろテラキオンにしろビリジオンにしろ。英雄がかなりゲットしやすいですからね。その分捕獲難易度が他のポケモンに分散されてるんですかね。そういうシステムなのか。ちなみに今回電磁波巻き巻き海流はお休みです。最近頑張ってましたからね。お休みも必要ですね。今回は電流の放電プラス静電気で麻痺を引きます。倒しちゃった。でも大丈夫、とにかくビリジオンは湧くんです。ただやたらと捕まえにくいのがこのポケモンの難点。ああ入っちゃうのね。しかもハイパーボールで入りましたよ。私が捕まえにくいって言ったの嘘みたいじゃん。今思ったんですけど、シルクタッチのツルハシがあれば、わざわざレベル30にするまでネザークオーツ採掘するの待たなくてよくないですか？え？言われてみればそうだな。シルクタッチなら最高レベルのエンチャントじゃなくてもできたっけ？あ、幸運より低い確率でつくんでした。なんだよ。アローラのペルシアンもこの森に湧くみたいだね。アローラの球根のリクエストがありましたが、未だに捕まえられていない状況ですね。極寒地帯にいるんじゃないかな。早いところ見つけたいね。暗闇の森をパンプジンがはしゃいで飛び回っていた。早速捕まえましょう。ちょっと待って、どっかに行っちゃった。奥にダークライがいるがパンプジン優先。パンプジンに優先権を取られるダークライ。ちょ、待ってくれ。可愛らしいやつだ。一回落ち着いてくれ。ようやく捕らえた。さあクイックボールでゲットしようか。パンプジンはさほど捕獲難易度も高くないので、ゲットできること間違いないでしょう。すいません嘘つきました。意外と捕まえにくいのね。なら電流で。
さすがに今一つじゃワンパンできないでしょ。なあ、んで急所に当たっちゃうかな。こういう時に限って当たるもんなんですって。峰打ち要員用意しましょ。ちなみにジャックオランタンを持っても明かりは灯せるのかな。おお、こりゃいい。これで夜の探索も見やすくなりましたね。ダークオークの森にはイベルタルの他にも、キラテナやルナーラが湧くって聞いたけど、今のところその気配はないね。キラテナかルナーラ、どちらかが湧いてくれるといいんですけどね。今回それ目的でこの森に来てるから、どちらかが出ない限り帰らないんだけどね。あ、パンプ人の進化前が出てきた。ゲットして進化させればいいか。オッケー。新たな仲間ができましたね。しかも進化させれば可愛らしい。早く進化させよっと。なんと夜明けにルナーラが出てきた。ついに来ましたか。54ページ以来の。アローラの伝説のポケモン、ルナーラ。確かソルガレオはテレポートを覚えてたから、ルナーラもテレポートをするかもしれない。早いとこゲットしたいところ。まずはお試しにクイックボールを投げてみる。なんてこった、入っちまった。ビリジオンといルナーラといい、どうしちゃったんですかね。やっと私の力を伝説のポケモンにも認識させられるようになったか。この勢いで海王がヤギラティナも捕まえられるといいんですが。というわけでポケモン紹介コーナーと参りましょう。ビリジオン、草原ポケモン。ヤグルマの森の奥、四作の原に住んでいる伝説のポケモン。四本足の容姿をしているが、格闘タイプである。人間の起こした災害からポケモンも守るため、ビリジオンは素早い身のこなしでポケモンたちを火の粉から守ったとされている。頭の角は鋭い刃となっており、強力な武器となりうる。つむじ風のような素早い動きで敵を翻弄し、素早く切りつける。特性、正義の心は、悪タイプを受けることで攻撃がアップする。テラキオン、コバルオンもビリジオンと同様の特性である。今のところ隠れ特性個体は発見されていない。見かけ通り、素早さの数値は高いが、それ以上に特防が高いという意外な耐久力の高さを誇る。ただ、その分攻撃面が低いため、決定打に欠けている部分はある。まあ、人間と戦った時もサポート面が多かった感じがするからね。言い伝えを聞く限りにはだけど。ルナーラ、ガチリンポケモン。タイプは今しめられし、フーパと同様。ゴースト、エスパーである。アローラに存在する伝説のポケモンの一体であり、月を司るポケモンで、ソルガレオとは対をなす存在である。太古の時代から月の使者として崇められており、人々から、月を誘いし獣と呼ばれている。獣。月を思わせる体と、月の形をした翼を持ち、翼から光エネルギーを吸収して、それを自らのエネルギーに変換することができる。光を放つソルガレオに対し、ルナーラは光を吸収する能力を持つ。強大なパワーを解放するとき、羽を満月のように展開し、顔の額部分に第三の目が浮かび上がる。さらに、全身が輝くという。この姿は、フルムーンフェイズと呼ばれる。ルナーラがフルパワーになれば見れそうだね。今度メガレックウゾとかと戦わせてみよう。伝説のポケモンは大抵性別不明とされているが、3のポケモン図鑑によると、ソルガレオは同じ種族であり、ルナーラハネスに当たるらしいです。へぇー、伝説のポケモンに性別があるのは珍しいね。あれ、これソルガレオの時も聞いた気がするぞ。大事そうなことだったのでもう一度言わせてもらいました。ソルガレオ、ルナーラ、ネクロズマをゲットすることができたわけだが。だとすると、試してみたいことが一つありますね。そうだな。果たして合体することができるのかという。そして、ウルトラネクロズマに変貌を遂げることができるのかという。今のところこの世界にそのような情報は入ってきてないが、合体ができそうな手がかりがあれば、試してみたいね。私、彼らの合体方法とか全然知らないから。ベルよ、何が必要か調べておいてくれ。了解しました。というわけで今回はここまで。今回は全然ポケモンリーグプロジェクトが進まなかった。次回、何か手を打つのでしょうか。そうだねー、久しぶりに新たなモッドでも入れてみようかな。おっ、ついにこの世界に新モッドが加入する時が来ましたか。経験値系で何か便利なモッドがあればコメントよろしくです。他に入れてほしいモッドがあれば、どんどんコメントに書いていってくださいね。では次回も、ゆっくり見ていってくださいませ。